はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、トライアルキャラクターが更新されましたので、そちらの方のチェックをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。新属性のキャラクターはですね、風のキャラクターのようです。まあ名前はハテナ、種族もハテナ、攻撃タイプですね。まあ攻撃タイプはあまりよろしくはありません。で、奥義の方、次に発動するアビリティ2の性能がアップするということで、まああれですね、デュアルインパルス的なアンテアライゼンみたいな、そんな感じのね、デュアルインパルス的サムシングの、アビリティになる感じなのかな。まあ性能アップなんでちょっと違うと思うんですけど。で、一夜日が味方全体の風属性攻撃アップ。ほう、味方全体の風属性攻撃アップ、6ターンで効果3と、なんかしょぼそうですよね。正直な話、アルタイルと比べればね、もうアルタイルなんて攻撃アップ、防御アップして属性攻撃アップするわけですから、それに比べて味方全体の風攻撃アップってのはどうなんだろうっていうような印象ですけれども、まあマグナ編成からすれば風攻撃アップというか、ゼピロス編成もマグナ編成も風攻撃がアップするっていうのはかなり嬉しい効果になっておりますので、使用間隔6ターン、効果時間3ターンとかなり効率のいいアビリティでもありますので、まあ火力的な面では悪くないんですけど、まあ風って武器で火力稼げるじゃないですか。排水で火力稼げるからっていう風に考えると、攻撃アップっていうのがあんまりメリットにならないんですよね。特にマグナ編成は、まあゼピロス編成だったら使えるアビリティになるのかもしれません。まあもちろん効果量もわかんないけどね。ただなんかこうあんまり魅力的には感じない印象です。アビリティ2、自分の HP が少ないほど大ダメージということで、次に発動するアビリティ2の、ああなるほど、排水のアビリティみたいな感じなんですね。排水系アビリティ。結構アビリティアタッカーな感じなのかな。まあ、ニアビを奥義でね、次に発動するアビリティ2の性能アップっていうことで、まあ、ニアビの効果も上がると考えると、まあ、これが起点になるんでしょうね、アビリティ的に。まあ、使用間隔8ターンとちょっとどうなのかなっていうような印象です。アビリティ3、味方単体に自分の最大 HP の 25% 分のバリアを貼る。その代わり自分の HP を最大値の 25% 消費する。これはかなりいいアビリティですよね。これはかなりいいアビリティ。まあなんでかっていうとですね、多神人と組み合わせられるのがすごいでかいですよね。まず多神人を使って HP を削って、主人公ジータがね、HP を削った後に、この3アビを使うことで、もうその2人分ですよね、言うなれば。多神人で排水プラス自分の HP も削って、まあ、バリアを張って安定性を上げつつ自分の HP も削れるっていうふうに考えると、まあ、このキャラクターはですね、まあ、かなりアタッカーとしては、というか単体火力としては優秀な印象ですね。で、サポートアビリティ、土属性の敵に対して4ダメージアップ、ありがたいですね。サポートアビリティ、風攻撃が付与されている場合ステータスアップ。まあ要するに一アビとサポアビを組み合わせろっていうことなんでしょうけれども、まあちょっと総括させてもらいますと、個人的な印象だけどあんまり強くない。で、まあなんでかっていうとですね、まあ何度も言ってるんですけど、風ってティア銃があるんですよ。で、ティア銃があるんですけど、通常攻撃って減衰に一瞬で行っちゃうんですよ。こんぐらい、こんな感じの装備に最終的になるわけじゃないですか。で、ティア銃ってステータス、素のステータスがかなり高くて、後陣排水なわけだから、HP が減れば減るほど攻撃力が上がる。つまり、減衰値まで余裕で行っちゃうんですよね、割と。割と減衰値まで余裕で行っちゃうので、まあ、あのキャラクターを入れたところでも減衰に行くのにさらに火力持ってどうすんのみたいな印象になるような気がする。だから風っていうのは基本的に入れるキャラクターとしては連撃率が上がるキャラクター、例えばアンチラだったりコルワだったり、まあ、そういうようなキャラクター、もしくはガウェインといったようなディフェンシブなキャラクター、僕はですけど連撃率を上げるためにガンオブコスモスの BL、まあ、BL はバランスタイプのキャラのダブルアタック確率と防御力が 20% ずつ上昇するという効果なんですけれども、まあ、だから僕はこれバランスタイプと組み合わせて、連撃率を上げてるっていうような編成が僕は好きなんですよね。それと同じようにですね、まあ、その基本的にダメージは減衰値までいっちゃうんですよ。ダメージが減衰値までいっちゃうから火力を上げるメリットっていうのがあんまりない、正直。風はね。
っていうふうに考えると、この新トライアルキャラクターはですね、僕の中ではあんまり評価が高くはない感じですかね、といったような印象でした。まあ実際にどうなるのかは楽しみですけれども、ちょっと楽しみだけど期待はしてないといったような印象です。まあ皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。